どうもカゲアンです。今日はですね、体には厳しさも必要ということについてお話ししたいと思います、えー。今日ですね、朝こう窓を開けたらですね、雪が降っててちょっと。 びっくりしたというかまあ冬なんでまあ雪が降ることもあるんでしょうけども、えー、僕の住んでる地域でこう雪がこう降るっていうのはねそんなに多くないですね、まあ、たまに降ることがあるかなぐらいのことでほとんど降らないあ雪が降った雪が積もったりすることはないんですけども今日朝、えー、窓を開けて雪が降ってるのを見ておお 雪降ってるやんみたいなね <laughs>、えー、ちょっとねこうどういうんですかねそのうわ寒いなっていうよりはあ雪降ってんなってこういい景色を見てるなっていうような感覚でこうちょっと見ていましたということで <laughs>、えー、それとですね昨日の晩なんですけども、えー、ジョギングをしてですね、えー、その自分の中で言うと最近で言うと未知のコースまで走っていくということですね。 えー、僕の店からですね、えー、立命館大学まで走って戻るっていうのはやってたんです。でちょっとあのー、滋,賀滋賀医科大学の方へ回って走ったら、えー、前走ったら11キロの距離が、えー、走れる走れるというかそういう距離を走ったことがあったんですけども、えー、昨日はねちょっと距離を距離というコースを伸ばしてですね若草という、ねえー、場所までこう走ってみました。で えー、まあまあ昨日青山のお客さんが来ていただいたんでそっち側までちょっと走ってみようという風にちょっと意識が向いてですねで前からねそこまで走っていくとこまではしようと思ってたんですけどで走ってみて走る前はねなかなか距離が長いかなというところでちょっと躊躇してたところもあったんですけどもいざ走ってみるとねあまあまあこんなもんかとまあまあ走れるなっていうのがこう自分の中でこう。 えー、理解できたというかあの分かったんでそれはよかったなとまあこんなもんやったらかまあまあ走れる距離やなということが分かりましたでその思ったんがですねだからこのなんていうんですかその走ってみないと、えー、走る前っていうのはちょっとこうしんどく感じるんですが走ってみたらできるっていうことだから、えー、案ずるより産むが安しですよね。えー 1だ一軒は101体験にしかずじゃないですけども、えー、そういうところがあるなとやっぱりその走ってみたらそこまで大変じゃななんとかなるんやと、えー、今までのねこう積み重ねで10キロぐらいは走れるようになってるんでそれがちょっと伸びてもね、えー、走れるんですよね。ちちょょっっととそのの地域の遠さにちょっと 自分の中でどうかなと躊躇したところがあったんですけども結局距離としては12キロやったんですけどまあまあ12キロならこう走れるなというところであります。ちょっと足はねその走った後はパンパンになりましたけどもまあまあなんとかなるなっていうのが分かりました。ということで今日のテーマ、えー「体には厳しさも必要」ということでですねその厳しい環境に身を置くちょっと大げさな表現ですけども、えー、そういうところへこう。 えー、飛び込んでいくっていうことがこう、えー、必要というかそういう経験も必要であってそれがね結構その温冷交代シャワーっていうのを冬にやることであったりあの冬のジョギングであったりっていうのがそういうことができるかなと思います。うん、意図的にそういういところへ自分の 体をそういう環境に放り込んでやるっていうことですねでそういうことをすることによってですね、えー、こうストレスにもこう強くなると思いますしその、えー、自分がこうそういう走ってみればねなんとかなるっていうのが分かるとかねこういろんなことがこうあるんですよね。 あったあったかい状態でこう過ごすことはできるんですけども、その冬ジョギングをするとですね、やっぱり寒いところへこう入っていかないといけないんで、えー、そういうことをこうするかしないかっていうのがまたこう大きな分かれ目になってくるんですね。家で休んでても誰も文句言わないですよね。自分の仕事はちゃんとこなしてるんですから、えー、それがあれば別に。 えー、それ以外のことで何か言われることっていうのはなかなかないんでしょうけどもそこはねあえてねその厳しい、えー、環境に身を置く、えー、ジョギングぐらいでなんやと思うかもしれないんですけどもこれできるできひんで、えー、他のことでこういろんなことでこう乗り越えていく時にですねこういうことをこう積み重ねていくとですね意外と簡単にこうできたりするんですよね他のことでね本当の困難が起きた時自分に障害があった時にです 結構それをこう立ち向かっていくことができるようになるその訓練にもなるかなと思います。で、一旦こう夜。夜まあ、今寒いけど、まあ、走ろうと決めて走るで走っていくとですね。 えー、手袋とか僕は軍手ですけどこうして走るんですさすがに手が冷たいとねなかなかこうしんどくなるんで、えー、その辺はこう手袋はしてですね走るんですで走ると最初ちょっと寒いですよね寒かったりちょっとこうえー、ジョギングがこう慣れてくるまではこうちょっとしんどさがあるまあまあ僕は最近はそこまでしんどくないですけどもほんでこう距離をきょの昨日の場合だと伸ばしたんでその 気持ちでまたこうしんどさが増すみたいなところがあるんですけどもある一定の距離を走っていくとですね、えー、その寒さを感じなくなってくるんですねだからその厳しい環境にある外、えー、寒いという環境ですね、えー、がですねだんだんその 寒さを感じないそれは自分がこう熱を発するエネルギーを発することによってですね、えー、寒さを感じなくなるそれとまあ音楽を聴きながらとかいうのもありますけども、えー、だんだんこう走っててこう気分が良くなってくる心地よくなってくるんですねで心地よくなってきてどん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 こう走っていってこう汗が出るぐらいになってくるとこの外の寒さがですね、えー、気,も気,分いい気持ちよくなるというかその寒さ自体を楽しめる状態、えー、逆にね 暑い方が大変ですよ、ね、だから夏は途中からしんどくなるっていうことです冬は途中から楽になるんですね。であとはそのままこう走りきるということをする。で走りきると、えーまあ、一定のね、まあ、達成感まで僕今はもうないんですけども達成感というのはないんですけどまあ走れたなというところで自分がこう走れたことを確認することができる。それをこう身に身をもってこう体感することができる。 できるる状態になとというこでですでもう一つ言った温冷交体シャワーもそうです冬の温冷交代シャワーあったかいお湯をね、えー、首筋とか背中に当てるのは別に誰でもできることなんですけども、えー、冷たいその水をですね冷たいというかまあ、あの水の状態の温度ですねをこう背中や首に当てるっていうのは一定の勇気がいりますよね最初ね。 慣れてきたら全然問題ないんですけどそれをこうや,やるということによってですねまた精神がこう鍛えられるというかね、まあ、冬のジョギングだったり冬の温冷交代シャワーっていうのは、えー、そういう効果があるかなということです。それを毎日こう 邪魔くさがらずにしっかりとこうやる御礼交代シャワーにしてはそうですね。でジョギングももう僕の場合は週1回は絶対走るというまあ仕事がどうしても忙しかったら走れないですけども今のところは週1回は走れる時間を作ることができているんでですねそういうふうにこうしているということです。でそういうことをこうやっていくとこう、えー、何かねこうちょっとこう邪魔くさいというかこうまあ困難。 えー、障害みたいなもんがこう前に出てきた時にこうそこへこうぐっと立ち向かっていってそれをなんとかこう崩していこうとするようなこう気持ちが湧くまあ崩れへん場合もありますけどもそこはねこう逃げるんではなくてねその向かっていけることになるかなというふうに感じます。ということでねそれをね、えーまあ、体をそういうところへこう持っていってやろうというふうな意識を持つことですね。 えー、ぬくぬくとね、えー、家の中でこうゆっくり過ごすっていうことだけではなくてですね、えー、体自体をそういう、えー、厳しい状況へ持っていってやるって意識することです精神的なもんじゃなくて体をそういうふうに、えー、持っていってやろうとすると精神も後でついてくるということが言えるかなと思います。ということで今日は、えーえー、体にね厳しさが必要というか。 えー、厳しいところに持っていくということについてお話しさせていただきましたじゃあ、えー、今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます